明日私ずっとここにいて、家で待っといてくれたよ。何も持ってないよ。いいよ、お父さんこれ。ん、いや、ちょっと待って。お父さん先に帰ってた。うん、何言ってるか、お前。なんけど。俺はどこも行ってるかいな、お前。お前は僕たちのお行事をせんでんねん。洗濯はないよ。何？今日やってないよ。帽子さ、小さくだね。今の。あ、何？京都まで来た。京都から。うん。俺、先に行って。その中でね、待ってていただけたらありがたかったですが、今日今から京都行きます。よろしくお願いします。安全運転で。安全運転でね。お父さんも京都です。今日は京都です。もう。今日は京都です。よかったね。うん、寒いからね、うん。しっかりその帽子もかぶって。うん、で、着頃もついてるからね。あれ、何、二重にもかぶってんの。そうそう、寒いからね。今日京都寒いからね。本当ありがとう。はいはいはい、グーグーグー。すいません、頑張って乗せてもらいます。京都だから白雪が降っとったみたいなのかな、今日は。そうかもね。そうね、あ、本当ね。じゃあやっぱり安全運転で頑張りますわ。お母さん、どう、おでこ。ちょっと、傷ついてる。だいぶ血そうなってきてる。うん、病院行く？行かない、行かないよ。病院行った方がいいと思う。もうそんな人ら大げさになっていらん。いや、大げさ。なんかあった方が大げさちゃうか。大丈夫。じゃあとりあえず今日は京都行きましょう。はい、はい、おー、はい、ありがとう。久しぶり。取れた？嵐山。うま。うん、綺麗でしょう。なかなか。もう取れた？もう立ってんのが知る？多分もうこんなプロだったらどこに溶けつけようか。どこ行くの？んどこ、あれを見に行くの。あれがや、あれ絵が貼ったのそう、素敵や。いいやな、いいや、布を貼ってるか。着物じゃないかな。そうやな、布の絵や。あれやったら嵐山っていう文字があるとか言うんですよ。同じくはあれで山さん。お母さん、ここはどこですか？嵐山。ああ、よくわかった。それだと他にないじゃない。光りすぎてなかなか。あ、そうか。いやー、それでもちょっと無理やね。ちょっとこっちで中でもええよ、ええよ。これを見に来た。こうやったら、あ、これやったらいける。お母さんもそこ、お父さんの横に立ったら、この顔をね、こっち向けて。え、顔こっち向けたら、あ、この光でいけるから、ほら、これ見て、これ見て、あ、これ、うん、たら綺麗に映ってるわ、うん、いかがですか？はい、綺麗ですよ、お花がね、綺麗ね。これを見に来たんだよ、花灯籠よ、これが。こっち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 、人がいるからね。光ってる。
ますよ。お父さんも皆さん。これが飛べつきだ。出たあ。